カモジャマスです。しーちゃんです。田島しんちゃんです。今日の練習はね、一日疲れちゃったんですけど、うん、最後、まあ、なんかやりたいなって思ってカメラを回させてもらっています。まだ決まってない決まってない、もう時間がないから時間がないからちょっととりあえず回してるんですけど、何やりましょう。あ、じゃあさ、あの新人さ、結構負けまくっとるやんか一番言われたくないやつ一番言われたくないやつそれ、ね、はい、まあ負けまくってるけど強化練習でやりましょう。いいね、強化練習大学生以来のガチ練習真夏の特訓やきついね。シングルスのじゃ練習をじゃやりますか、うん、どんな。そうだね、じゃあ今日3人だからさ、2対1でマサトがシングルスでいい。あ、なるほどね。あ、シングルスのコートで2対1で勝負すると。こっちはダブスコートでいいからしゃなし。いや、それぞれこっちの練習にならないんで。そしたらシングルスでいいの。当たり前です、当たり前です。ちょっと強気に言うけどね、やってないからまだ。それね、いい練習になります。確かにこうやってね、3人でしかいない場合もね、シングルス1対1でやるよりも2対1でやる方がこちらとしては動かされる距離がね増えるので、いい練習になるかなと思うんですけど、ちょっと気持ちが重たいですまあでもね、これもね、強くなるためということで、2対1のシングルス対決やっていきたいと思います。レッツゴー、頑張るぞ、負けねえぞ。それではね、2対1でシングルスやっていきたいと思います。向こうがね、ダブルスコートじゃなくてシングルスコートで、こっちもシングルスコートなんですけど、まあ、多分ね、前後使っていけばある程度崩せるんじゃないかなと思うので、まあ、前後入れながら、前後とこうバックをね、狙いながらちょっとやっていきたいと思います。
やっぱりね、シングルスでも2人いるとミドルがね結構チャンスになってくるんで、ちょっと対策練習にはならなかったんですけど、まあ、前後のね動きってところではいい練習になったんで、もうちょっと練習したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。5ゲームマッチでやったんですけどね、3対1で僕の勝ちでした。ありがとうございました。やっぱ勝手にねトップ選手とランドとか試合行った時あるわ。いやでもそもそも試合になってないけどね。サーブレシーブでね終わっちゃったんでね、やっぱなんかこう僕としてはもうちょっとこうシングルスの内訳とかやってほしかったんですけど、まあもうちょっとそうですね、相手がやっぱ最初大事だね。まあでもね、入りのねゲームはね2人とも良かったんでね、ちょっともしかしたら負けるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとシングルスであんまり使わない、ちょっとミドルとか使ってみたらあんまりねちょっとコンビネーション良くなくて仲悪い、仲悪いから、めちゃくちゃね相性ばっちりなの。いや全然ダメなんで。ピエン。まあシングルスはね本当に4人でダブルスができない時とか、もちろんね2人の時もシングルスはできるんですけど、3人の時もこういう風に2対1とかでねやるようにすると、まあ、1側がかなりねコートのカバーリングの方で練習になるので、ぜひね3人でどうしようっていう時はこのシングルスやってみてください。めっちゃしんどいけどね。まあ、ぜひねこの本当戦略がちょっと変わってくる部分はあるんですけど、まあ、フットワークとかコートのカバーリングの強化になるので、ぜひ参考にしてみてください。はい、はい、ではこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。イエーイ。それやっぱ相性が悪いからダメです。ピエン。